んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは利他的な自分になるです。好きになった相手に時間と労力をかけてお金を貢いだりする人たちがいますよね。そして最後には捨てられてお金が返ってこないということを嘆くことになります。結婚してもらいたかったのに傷ついて別れるということになります。この人たちはなんでそんなことをしたんでしょうか。傍から見るとどうしてあんな男にお金を貢ぐのかがわからない、明らかにお金目当ての男だろうと思うでしょう。この人たちが彼にお金を貢いだのは、そもそも自分が自分の親にもっと時間とお金を貢いでほしかったからなんです。そうしてくれたら親のことをもっと好きになったのに、そうしてくれなかったので未だに親に不満があるんです。そういう思いがあるから彼にお金を貸してあげれば、彼は自分を特別な存在だと思って好きになってくれると思い込んだんです。つまりこの人たちはもともと人のお金と時間を使いたかったけれども、そうできなかったから、逆に自分の時間とお金を人に貢ぐことになったということなんです。与えるのが好きなようで実はケチなんです。つまり人の時間とお金を奪って感謝もしない男の姿こそが自分のもともとの姿だということになります。ですからこの人たちは自分の利己主義を直すべきですね。そして親や兄弟、または日頃お世話になっている人たちに対してもっと利他的になるべきです。そういう人たちのために自分の時間やお金を使って奉仕しましょう。自分のお金や時間を人に与えるのが嫌な人は結婚できませんし、子育てもできません。というのは自分の子供がその男のように時間とお金を奪うと考えるからなんです。ですから子供を持てないということになります。今あなたが不妊で悩んでいるとしたら、この傾向はないかを考えてみましょう。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはとてもケチだよね。自分の稼いだお金は人にあげたくないし、自分の時間も人のために使いたくないんだよね。そのくせ親のお金は遠慮なく使うし、親の時間も奪うよね。それを当たり前だと思っているよね。大人の自分はそれで困っているよ。あなたがそんな風に自分勝手で利己主義だから、自分の周りにはそんな男ばかり現れて、今度は自分が使われたりお金を奪われたりするんだよ。だから結婚もできない、まして子育てなんか子供に時間を奪われるのが怖くてできない。困ったね。あなたは長い間親にお金と時間をかけて養ってもらったよね。でも親はいちいちそれを言わないから、あなたは当たり前のように時間とお金を奪ってきたね。それに対して感謝もせずに親の愛をないがしろにして、もっと別のものが欲しかったのにと恨んでいるから、あなたは彼に同じことをされるんだよ。あなたが親にやっていることは彼があなたにしたことと同じだよ。お金や時間を与えることくらいは愛じゃないとあなたが親に思っているから、あなたが彼に与えたお金も時間も彼は感謝せず無視するんだよ。
あなたは彼に愛されたくてお金を貢いだけど、親はそうじゃない。あなたを純粋に育てたくて、純粋にあなたを愛していたから、お金と時間をかけたんだよ。それを否定するから、あなたは本当の愛を得られないんだよ。だから、もっと親に感謝しなさい。親が今まであなたのためにかけてきた時間とお金をよく見なさい。それに対して感謝しなさい。そして自分が親にもっと与える人になりなさい。親のために時間をかけ、親のためにお金を使いなさい。親に恩返ししなさい。心の底からありがとうを言いなさい。あなたに関わる人たちにももっと親切にしなさい。その人たちのために心配りをしなさい。利他的になりなさい。そうできたら、あなたは二度とあんな利己的な男にもてあそばれたりはしないんだよ。未来の自分はあなたを幸せにしたいんだよ。だから自分が親をないがしろにしたことを反省して、親に感謝し利他的になりなさい。それが自分を幸せにする方法だよ。